ルートビヒ・アウグスト・テオ・ドールベックはドイツの軍人。最終階級は上級大将。陸軍参謀総長を務めた。第二次大戦中の1944年7月20日に中心人物としてヒトラー暗殺未遂事件を起こすが失敗して自殺した。乗馬中のベックライン下半のヘッセン大公国、ビーブリッヒで由緒ある軍人の家に生まれた。 アビトゥーア合格後の1898年にドイツ帝国陸軍に入営。第一次世界大戦には参謀将校として従軍した。戦後、バイマル共和国の陸軍に残り、1933年にはベルサイユ条約が禁止する参謀本部機能の偽装である兵務局長に就任。1935年に相当アドルフ・ヒトラーが、 ベルサイユ条約の軍事情項破棄を宣言した後、晴れて伝統ある参謀総長を名乗ることになる。以後参謀総長として、新生ドイツ陸軍の建設に邁進する。軍事テクノクラートとして、当時のドイツの軍事力では、イギリス、フランスなどを相手に戦った場合に、称賛のないことを見越し、ヒトラーの威圧的な外交政策に会議的であった。ドイツを大戦前の強国に戻すために、 ヒトラーが主張するチェコスロバキアに対する攻撃自体には反対していなかったが、少なくとも1940年以前は無理と見ていた。1938年、ヒトラーの計画通りに、チェコ国内に少数民族として生活するドイツ系住民の民族自決に関わる図でー展問題が先鋭化した時、ベックラ一部の陸軍将官は、ヒトラーがチェコ侵攻を命じた場合、 戦争を回避するためにヒトラーを逮捕するクーデター計画を準備していた。しかし、英仏両国が外交的情報をしたためチェコ侵攻命令は出されず、この計画は実行されなかった。ベックはヒトラーが行ったブロンベルク国防省らの鋼鉄に不満を持ち、すでに1938年8月に参謀総長職の辞表を提出、第一軍司令官を拝命した。 直後の同年10月に退役し、以後軍務に戻ることはなかった。ヒトラー暗殺未遂事件の実行者の最後の地にある、記念悲観もなく、第二次世界大戦が勃発。ベックの予測と異なり、ドイツ軍は最初は、快進撃を続けたものの、結局は劣勢になり、敗戦は避けられない見通しになった。すでにベックは退役していたものの、カールゲルゲラーと共に、 反ヒトラー抵抗運動の中心人物となっていた。ただし、今日では、ベックの批判の対象は、ヒトラーの軍事、外交指導の誤りであって、独裁体制そのものではなかったとみなされている。数度にわたりヒトラー暗殺計画と新政不自立が立案されていたが、その中では成功の暁にはベックが、摂政として国家元首に就任し、首相就任が予定されたゲルデラーと共に、 ドイツを破滅から救うために連合国と停戦交渉をすることになっていた。1944年7月20日、クラウス・フォンシベックはベルリンで逮捕され、フリードリヒ・フロム将軍の目認を得て自殺する機会を与えられたが、ピストル自殺に失敗し重傷を負った。フロムの命を受けた部下によりとどめの一発を受け、ベックは拷問や不当かつ不明誉な裁判といった、 ナチスの非道な報復を避けることができた。参謀総長時代には、ハインツグデイリアンの戦車部隊の集中運用に、会議的で、ベックは古い方の将軍であったとも評される。一方では1936年初頭には、戦車部隊における対戦車攻撃力の重視や、戦車部隊の集中投入、攻撃的な運用が可能な完全自動車団の設立をする報告書も書いており、 先進的な部分も見受けられる。彼の悪評には、グデイリアンと保守的な三本本部将校の間で、板挟みになってしまった結果という面もあると思われる。ベックはあくまで軍人であり、その政治姿勢は決して民主主義的でも、平和主義的でもなかったが、ナチス体制下において、ヒトラーに抵抗した人物として、今日のドイツでは、高い評価を受けている。ありがとうございます。